こんにちは、西岡明彦です。福西崇史さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は注目の試合ですね。今日は鹿島アントラーズ対横浜 F マリノスのカードです。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 4-5-1 ですね。ボール奪取が鍵になります。鹿島のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。レオシルバ、味方の選手が寄ってきました。中央にクロスが上がった。中央へのボールはクリアされました。レアンドロ、味方の位置を確認する。クロスを中央に入れた。いいボールでしたが、ここはクリア。遠藤啓太、木田拓也、ここはサイドに持ち出すでしょうか。ここから先の出しどころに苦労している様子です。中にクロスが入った。ここはしっかりクリアされました。レオシルバ、ボールを取りました。さてどうする。シュートは入るか。これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたから、しょうがないと思います。チョン・スンヒョン、長木亮太、三沢健人、土井翔馬、中央にクロス入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。ボレーでのゴールが決まりました。うまい、完璧ですね。違うアングルから見てみましょう。遠藤啓太、
志田達也。キーパーの元へ弱いシュートが行きました。チョン・スンヒョン、土井翔馬、危険な位置です。緊張感が増してきます。前に押し出します。遠藤啓太、圧力をかけられます。チャンスは続きます。スローインです。レアンドロ、ミサオケント、レオシルバ、打った、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。これはもう自信にあふれているという様子がうかがえます。別の角度からご覧ください。木田拓也、これは強い。ボールをしっかりキープ。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。鹿島の攻撃です。決まるか、入るか、ゴールだ。鹿島が点差を広げました。これはもう決定的でしょうか。ここからはボールキープを始めるかもしれません。この角度からも見ましょう。大量リードの試合となっています。木田拓也、遠藤啓太、ルーズボールになっています。チョン・スンヒョン、ミサオ・ケント、レオ・シルバ、このままプレーさせます。これはファールでしょう。フリーキックです。ここでレフェリー注意を与えます。試合が荒れないよう審判なんとか弾き出す。さあ何か仕掛けてくるのか。ボールを入れました。入ったかと思いましたが鮮やかに止めました。どういったボールで来るのでしょうか。コーナーから中へ、中央へのボールはクリアされました。ボールはヘディングでラインを割りました。土井翔馬、いいクロスだ。このクロスはやすやすとカットされました。もう一度スローインです。慎重に攻撃を組み立てています。試合は後半に入ります。前半のペースが維持できるでしょうか。木田拓也、ミサオケント、土井翔馬、レアンドロ、競り合いに強いですね。ボールスルーパスが味方に通る。ここは中央の選手にクロス。キーパーが処理しました。この選手ですが
前半はものすごい活躍でしたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。リードしているのはこの選手のおかげです。味方に出すでしょうか。枠に行っていましたが、ディフェンダーが弾き出します。ひとまず前に出しました。鹿島アントラーズのスローインです。選手がピッチに入ります。犬飼智也、レオシルバ、伊藤翔、さあどうだ、和田拓也、木田拓也、ゲームを作るパス、またまた通ります。レアンドロ、長木亮太、土井翔真、レアンドロ、遠藤啓太、相手が寄せてきます。横浜 F マリノスのスローインです。鹿島アントラーズ選手交代です。遠藤啓太、またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。ボールはサイドの選手へ。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。三沢健人、遠藤康、これはフリーキックになりましたね。ここで選手交代です。ベンチに下がる選手にスタンドからは大歓声が上がります。素晴らしいパフォーマンスでしたからね。今日は一番良かったかもしれませんね。遠藤康、長木亮太、鹿島アントラーズのスローイン。横浜 F マリノスが選手を交代します。遠藤康、味方の位置を確認する。和田拓也、木田拓也、三好浩二、木田拓也、三好浩二、ここはインターセプト。しっかり予測していました。試合終了のホイッスルです。鹿島アントラ、今日の試合はリードを許して終了を迎える結果となります。